作曲コントラバス首席奏者の吉田誠也です。2024年1月20日土曜日ですね、小樽市民会館で作曲と、クーセビツキー作曲コントラバス協奏曲を演奏させていただけることになりました。小樽市民会館さんは2023年に60周年を迎えられたばかりということで、毎年ね作曲も演奏させていただいてるんですけれども、くしくも今回演奏するクーセビツキーも生誕150周年の年であるということでですね、こういう記念すべきタイミングで演奏できることをとても嬉しく思ってます。クーセビツキーは指揮者としてとても有名な人でもあるんですけれども、実は、コントラバスの、名手でもあって、たくさんの、独奏の曲を残してくれていて、もうコントラバスって曲が少ないですから、もう本当ありがとうございますっていう存在なんですけれども、今回の協奏曲もその一つ で、何しろねコントラバシストが作曲してるわけですから、コントラバスのいいところ、おいしいところがもう全部詰め込まれたような曲になっていますので、コントラバスならではの世界、音楽をお届けできる曲なんじゃないかなと思って今準備しているところです。作曲とコンチェルトやるのは初めてということでですね、ちょっとプレッシャーも感じてますけれども、オーケストラに所属してから、たくさんのねソリストのバックを、オケの中で弾いてきたので、そういった経験も、うまいこと活かしていけたらなと思ってます。2024年1月20日土曜日14時小樽市民会館でお待ちしております。ぜひぜひ、いらしてください。お待ちしてます。